ジョン・ニール、エドワード・セント・ジョン・ニール、エドワード・ショートトン、ジョン・ニール、1812年から1866年12月11日は、イギリスの軍人、外交官、生麦事件、撮影戦争の際に、中日英国代理講師を務めた。1832年、イギリス陸軍の軍人として、ポルトガル内戦で自由主義派軍に参加。 スコットランド風評連隊に所属した。1835年、スペインに転戦。1837年には、中佐にまで昇進し、同年に退役して、外交官となった。後に階級を、大佐、と表記。1841年、トルコのアレクサンドレッタの副領事。1847年には、ブルガリアのバルナ領事、その後ギリシア。 ボスニアに転勤し、1861年、真のイギリス公使館初期官となって、北京に赴任した。初代の中日英国公使である、オールコックが、市下で帰国したため、1862年5月27日に、代理公使として、日本に着任した。当時、英国公使官は、第一次、東ゼンデラ事件の影響で、横浜に移っていたが、 着任後直ちに公使館を江戸に戻した。しかし、六月二十六日、文久二年五月二十九日公使官警備の松本藩士、伊藤文兵による襲撃事件第二次東全寺事件が発生し、結局は公使館を横浜に移した。千八百六十二年九月十四日、文久二年八月二十一日、薩摩藩士によるイギリス人殺傷事件。 生麦事件が発生した。横浜領事バイス、フラスホワードバイスや横浜居住のイギリス民間人らは報復行動を訴えたが、ニールはこれを抑えた。その後本国との連携を保ちながら冷静に対処し、翌1863年6月24日、文久3年5月9日、江戸幕府に11万ポンド、生麦事件に対して10万ポンド、第2次。 東前でラジ県に対して1万ポンドの賞金を支払わせることに成功した。幕府売賞金受け取り後、薩摩藩との交渉のため軍艦に乗船して、鹿児島に赴いたが、交渉は、決裂、撮影戦争が勃発した。1864年にオールコックが講師に起任すると、イギリスへ帰国した。1864年に発生した下関戦争に、 関して、半ば解任される形で、オールコックは本国に召喚された。ニールは再び代理講師の候補となったが、健康が優れず実現しなかった。その後、アテネ講師官書記官、エクアドルのグアヤキルの領事を務めたが、在任中の1866年12月11日に、同国の首都である人で病気により没したが、日本駐在時より病気の初期症状が現れていた。 9月14日、文久2年8月21日の生麦、事件発生直後、横浜巨流の外国人たちは、横浜に停泊中の A、フッツ、ランの軍艦から陸戦隊を出し、小戸ヶ谷に宿泊している、島津久光一行を襲撃する計画を立てた。ニールはこれを認めなかった。フランス公使、デュシェーヌ・ドベルクールも、事件当日横浜に到着したばかりの、 キューパー提督もニールに同意したため、襲撃計画は中止された。12月4日、文久2年10月13日、ニールは江戸城に途上し、第2次、東禅寺事件の賠償交渉を開始した、生麦事件に関する本国からの訓令はまだ、届いていなかった。第2次、東禅寺事件に関しては、本国のラッシェル外相からの指示に基づき、1万ポンド、4万、 メキシコドル三万千百両の賠償金を要求した。幕府はこれに対する即答は避けた。ニールはその後十日間江戸に滞在したが、幕府からの返答を得られなかったため、横浜に戻った。その一週間後に幕府は三千ドルなら支払うと回答したが、両者の差は大きく合意には至らなかった。1863年1月28日、文久2年12月9日。 外国奉行、竹本忠しやがニールを訪れ、御殿山に建設中の信仰士官の使用中止。この3日後に、高杉新作等による焼き打ちにあったを依頼すると、共に、将軍が天皇の説得に失敗した場合には、内乱となる可能性があること、その場合には英国は幕府を援助してくれるかを尋ねた。ニールは幕府への精神的支援として、 可能な限りの艦隊を横浜に集結さると回答し、実際にキューパーにこれを依頼した。3月4日、文久3年に1月15日、生麦事件に対する12月24日付の本国からの要求が届いた。内容は幕府に対しては公式な謝罪と賠償金10万ポンドの支払い。薩摩に対しては犯人の処刑と、 最小育料として2万5千ポンドの支払いを要求するものであった。軍令はまた、もし幕府がこれを拒否した場合は、船舶の捕獲、または海上封鎖、あるいはその両者を含む適切と思われる手段の実施を求め、薩摩が拒否した場合には艦隊を率いて、鹿児島へ向かい、港の封鎖、砲撃、蒸気船の打砲など最適な手段を取ることを求めていた。 3月22日、2月4日、一旦香港に戻っていた、キューパーが3隻の軍艦を率いて、横浜に到着した。さらに、後続の艦が到着し、以前から横浜に停泊してた艦と合わせると12隻の大艦隊が横浜に集結した。この艦隊はもともとは、幕府への精神的支持のためのものであったが、生麦事件交渉にあたり、幕府への大きな圧力となった。 4月6日、2月19日、ニールは日本語通訳官のユースデンを江戸に東り、東ゼンデラ寺事件の賠償を再度要求するとともに、ナモ麦事件に関する要求を幕府に伝え、20日間の猶予期間を与えた。この間に、幕府と英国の間に戦闘が開始されるのではないかとの噂が流れ、横浜の日本人は強硬状態となり、多くが横浜を脱出した。ところが、 将軍、徳川家持以下主要な抜閣は、京都に出向いており、江戸ノルス政府は、このような重大な決定を下せず、4月24日、3月7日、さらに30日の猶予を求めてきた。ニールは15日の猶予を認めたが、5月2日、3月15日、幕府がさらに15日間の猶予を求めてきたため、ニールは信頼できる交換の派遣を要請した。早速外国奉行。 竹本忠しみと竹本正明が横浜に派遣され5月4日5日の両日、ニール、デュシェーヌード、ベルクール、キューパー、フランスのジョレス提督が加わった会議が開かれた。フランスが加わったのは、これが幕府と英国の関係にとどまらず、条約締結国との問題であるとの理屈であった。ニールとデュシェーヌード、ベルクールはここで、幕府が賠償金を支払い、 かつ条約遵守の姿勢を見せた場合、A 仏両国は幕府を軍事的に援助すると申し出た。これに対し、竹本忠政は、幕府は賠償金の金額には合意するが、その支払い方法に関して意見があると述べた。結局、京都の将軍の合意を取り付けるためとの理由で、5月23日、4月6日が最終期限とされた。 期限から2日遅れた5月25日、4月8日、竹本は横浜に戻り、軍事援助の申し出を断ると同時に、一両日中に賠償金の支払い方法を決定することに合意した。ところが、竹本は病気になってしまい、代わりに6月7日、4月21日になって、外国奉行、菊池隆吉がニールを訪れ、支払い方法の交渉に入った。翌日、 賠償金、総額44万ドル、11万ポンドのうち、14万ドルを東海内に支払い、残り30万ドルは5万ドルずつ、毎週支払うことで合意した。しかし、ニールはこの時点でも実際に賠償金が支払われるか、軍事行動を取る必要があるかは五分五分と見ていた。その後6月14日、4月28日に、6月18日、5月3日。 第一回目の支払い日とすることが文書で確認された。ところが、少し遡る6月6日、4月20日、京都の徳川家持は6月25日、5月10日をもって、エビスを実行すると公明天皇に約束させられていたのである。このため、支払い当日の朝になって、幕府は賠償金支払い中止し、老中、小笠原おさゆきが6月20日、 5月5日に出向く、胸を伝えてきた。当然のことながら、ニールは激怒し、12時間の猶予を与えたものの、全額一括払いを条件として付け加えた。解決を目前にして事態は急展開し、結局6月20日、ニールは幕府に対する軍事行動を、キューパー提督に委ねた。まさに戦争直前の状態となったが、幕府は、フランス公使デュシェーヌ・ドベルクールと、 アメリカ講師、プルインと相談し、小笠原の独断によって、6月24日、5月9日に、賠償金44万ドルが一括し支払われた。こうして、幕府に対する賠償要求から80日、ニールは危機的状況に陥りながらも、問題の解決に成功した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。